皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、今日もつながるラジオを始めてまいります。今日はですね、なんとゲストをお迎えしておりますので、早速ですけどもですね、ゲストをご紹介していきたいと思います。今日はですね、青森県の橋上で、カフェ&ハッシュバ私のスペースというものを運営されている、後ほどねどんなものか聞きたいと思いますけど、私のスペースのオーナーでいらっしゃる上野真理子さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆さん初めましてじゃないですけど、はい、緊張してますか？大丈夫ですか？ちょっと緊張はしてますが、ちょっとねこう楽しくおしゃべりできたらなというふうに思いますんで、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。まあ、早速なんですけどね、まず橋上っていうところは青森県のどのあたりにある町になるんですか？そうですね、青森県の最東南端なので、うん、はい、太平洋沿岸沿いのもう岩手県の、ま、隣ですね。あ、岩手と青森のこう県境の際のところですかね。はい、はい、大きい都市だとどの辺が近いですか？隣が八戸市。お、八戸。なるほど、はい、じゃあ地図的には八戸の下、下、岩手ですね。で、岩手で一個下行ったらもう岩手ってところに、カフェ&ハッシュバー私のスペースっていうものを使う。これはどういった場所になるんですか？ちょっと、まあ、自己紹介がてらでどういう場所ですよ、はい、とちょっと教えていただければと思います。はい、橋上町が今人口が1万3000人弱ぐらいで、うん、結構大学が近くにあるので、うん、20代前半ぐらいまでの人口はちょっとだけ伸びてたりするんですけど、はい、その大学卒業後の年齢から一気にガタッとみんな町の外に行ったり県外に行ったりっていうようなところがちょっと課題かなっていうような町で、うん、はい、町の中に全然カフェとか、まあ、居酒屋とか服屋さんとかそういうちょっと楽しめるお店っていうのがまあ、全然なくって、うーん、でちょっとその町で私が育ってきたっていう経緯があり、うん、若い人がもうちょっと楽しめる場所を作りたいなとか、あの行きたくなるような場所を作りたいなと思って橋上町の中のサードプレイスのような存在になっていければと思って私のスペースを作りました。おー、なるほど、すごいですねまだお若いのに自分でそれを作られたんですね。そうですね。あれですよね、だって作るって言ってもあのなんか聞くとこによるとあるものをこうリノベされてるっていうことなんですけど。そうですね、はい、はい、な何をリノベされたんですか？はい、もともと橋上町で運営地域に愛されていたお味噌とか醤油を作る北沢商店っていうお店の蔵をリノベーションし買い取ってリノベーションしました。マジっすか、はい、やばい、すごい秘書ですねです。じゃあ味噌蔵だった場所、お味噌とかを作った場所を、はい、あのじゃあ今あの、ね、今日ちょっと YouTube でも、ね、ぜひご覧いただけたらなと思うんですけど、上野さんの後ろのこう背景っていうのはもしかしてその場所だったりするんですか？そうですね、こちらがちょっとだけリノベーションした場所になります。もうなんかあれですよ、本当にもう超おしゃれなカフェにしか見えてないです、ね、そうですね、はい、もともとやっぱり味噌とか醤油作ってたところなのですごい天井が高くて、で、まあ、コンクリートの壁でしっかりあの湿度管理とかきっとちゃんとしてたと思うので、まあ、なんかすごくごつさがすごいかっこよくて思わず買っちゃう、ね、いや本当だからかっこいいしおしゃれだしスタイリッシュ、うん、そうですね、ですね、なんかこういうあのぜひね、インスタグラムもね後ほどご紹介しますけど、私のスペースのインスタグラムでもその場所の模様っていうのはたくさん投稿されてらっしゃるので、そこでもこう実際掴むことができるかなというふうに思いますし、でもこれがまず味噌蔵だったっていうのが全く想像できない
いや、私も物件見つけたのが、インターネットから普通にウェブネットサーフィンしてて、物件探ししてたので、もうその時には中のものがほとんどない状態だったんですよね。なので正直ちょっと元の様子、醤油作ってた様子とかはあんまり想像できなくって、大家さんからお話聞くばっかりになっちゃったんですけど、もなるほうど。物がなくってガラッとした空間だったからこそ、ちょっとこういう椅子、テーブル置いてあれば良さそうだなとか、いろいろ妄想が膨らんで、今の状態に なりました。これは、あれですか、どっか業者さんにお願いして、こうリノベーションしてもらったんですか？そうですね、町の工務店さんに相談して、施工はお願いしたんですけど、そんなにデザイン周りというか、その設計周りは挟んでないので、自分と工務店さんでこう、意見おお。を頑張って伝えながらやり取りした感じになりじゃ、上野さんのセンスですね。これは。センスの塊になってるわけですね。いや、もうめちゃめちゃセンス良すぎます。そしたら。そう言ってもらえるのが。いや、なんかインスタのね、ちょっと投稿僕も拝見させていただいたんですけど、結構ね、その最初の頃っていうんですか、まだ、まず、あれかな、初めて味噌蔵に自分でこう入ったっていうのはいつぐらいになるんですか、今から。そうですね。あ、もうその体験自体はもう2年前、2年前ぐらいかな、になるんですけど、そじゃあこ実から際ちょっと中を掃除したりとか始めたのは、去年の6月ぐらいですね。そうすると、ちょうどまあ1年ちょい経っちょたい。ところなはわい。けですよね。で、最初のその投稿の方を見てると、あれですよね、なんか、お掃除とかも、地域の住民の方とか、有志のボランティアの方、こう、企画みたいな形で、イベントみたいな感じで募って、なんか、綺麗にされたりとかしてましたね。そうですね。もうお掃除の段階から、いろんな人に今の状態を見てほしいっていう気持ちとかありましたし、あと特に高校生とか大学生がちょっとでも絡める、こう絡みどころっていうんですかね、ってあると愛着持ってくれたりするかなっていう期待もあって声かけたりしてました。そうか。なんかもう、確かに一番最初の姿って、その時しか見れないですもんね。そうですね。もうできるだけもう今の状態を見てくれっていう、なんかその完成イメージはもう絶対素晴らしいものにする自信がなんとなくあったので、さすがセンスの塊。さ何なんすですがかでね、す。今自信。いや、自分大事ですよ。そういうイメージがとか、自分のやっぱり気持ちがないと、できることじゃないです。絶対これって できないですから。よかったです、この形に落ち着いて。だからほとんどだからご自身で、周りの方のボランティアとか、いる有志の方の力、地域の力の、皆さんの力を借りながら、この1年半ぐらい、こう、じっくり、こう、自分の、こう、場を温めてこられたということなそうんでですすね。ね。はい。なるほど。これは、お店って言ったらおかしいかもしれないですけど、お店の名前、カフェ&ハッシュバ、私のスペース。私のスペースの巣っていうのは、巣の自分の巣ってね、元っていう巣になってるんですけど、この中、カフェ&ハッシュバのハッシュバとか、こういうネーミングについての思いみたいなの聞いてもいいですか？ハッシュバっていうのが HASH。で、BA でハッシュバって読むんですけど、まあ、まずこうそのお掃除、最初のお掃除の段階とか、あと、まあ、そこでバーベキューもやったり したんですけど、当時この時に意外とこういろんな世代が集まってくれて、高校生と地域のおじいちゃんおばあちゃんが絡んでたりとか、前の町長さんと私の同級生が話してたりとか、なんか世代とか属性とかいろんなカテゴライズで分けられるんですけど、なんかそういう人たちがこう同じ場所に一堂に会して自然とコミュニケーションを取ってる様子をその時になんか傍から見て、あ、これってなんかすごいごちゃ混ぜですごいいいなって、こういう場所が自分が作りたい光景かもしれない。っていうのをやりながら思ってたんですよね。
それにちょっとフィットする言葉を見つけたいなと思っていろいろ調べてたら、うん、ハッシュっていう言葉がと、まあ、アメリカで使われてるスラングだと思うんですけど、ごちゃ混ぜっていう意味があるみたいで、うん、あ、これめっちゃいいじゃんって思ってこれをつけていたっていうのが一つと、もう後付けですけど、はしかみをローマ字にすると、うん、最初の文字が HASH っていうところで、はい、なんかすごい奇跡的な確かに思いついてしまったと思って、ちょっとだって人流的になってますね。ここにもセンスが光ってるわけですね、だからなるほど。だからハッシュってのはごちゃ混ぜっていうような意味がもともとそういうふうに、はい、使われてる意味があるんですね、はい、そっか。じゃあそのまあ味噌蔵を買ってね、こういろいろリノベとかしたりイベントやってる中でそういう光景が、はい、なんかいろんな人がこう交わる、そういう世代を超えてとか年齢を超えてとかいろんなものを超えて交わってるところが上野さんがこう、あ、目指していきたいところだなって感じられた。そうですね。それをじゃネーミング、このカフェ&ハッシュバハッシュに込められていると、はい、いうことなんですね。なるほど。これこう私のスペースの数がこうね、素の自分の素になってる、ここもやっぱりなんか意味があるんですか？そうですね、ここもちょっとこだわったところではあって、うん、まあ、思いの方ベースになっちゃったんですけど、はい、今SNS がどん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 主流になってきて、こうもう手放せないものというか、うん、日常的にあるのが当たり前になった、現代になったと思うんですけど、はい、その中でやっぱり若い人たちがどうしても進路とか、まあ、この先の行く道とか歩む道っていうのを決めるときに、なんか絶対にこう自分が求めてない情報も入ってきちゃうじゃないですか。あ、確かにそうですね、うんうんうん、自分の意思だけで選択するっていうのがすごい難しい時代になるんじゃないかなって思うんですよね、まあ、情報をいっぱい取れるっていう良さもあるんですけど、うん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 、なんかなんですかね、稼げる仕事5000とかってなんかいろいろ見てたと思うんですけど確かに表面的な情報とかにどうしても流されちゃうんじゃないかなと思う、ちょっと危機感があって、うん、で、まあ、自分でやっぱり選択してこの道を行ったんだっていうことをなんかこう踏んだ上で進む道を選んでほしいというか、自分で選んだんだっていう気持ちを持ってほしいなって思って、なんかその流されこういろんなスピードがあると思ってて、人はそれぞれ、はい、その中でもこう自分のこう内側に目を向けてというか、自分のそのペースってどんなんだっけとか、自分のなんかこう歩むペースとか考えるペースって別に人に合わせなくてもいいし、その周りの情報に流されなくてもいいんだよっていうような場所になればいいなと思ってこの名前をつけました。はい、はい、ちょっと自分が想像してたよりも深いところが自分の考えが浅かっただけなんですけど、ね、そうなんです。なるほど、こだわりましたね、名前はすごい。そうか、だからでもそういう思いが聞くと、はい、その味噌蔵をいろいろリノベしていろんなこう自分の色にこう染めてってるっていう、なんかね、こう自分でこう手がけてらっしゃるっていう、そういう思いのこと行動になんかね、こうつながってってるのがなんとなくこう、はい、リンクしたというか、うん、ね、いやすごい、だからいろんなところがこだわってらっしゃるんですね、その場に、うん、はい、なんか実際こうやって思って名前をつけたんですけど、うん、今お試しで運営している中で人がどんどん、まあ、使ってくれる人も増えてきていて、はい、でやっぱりなんだろう、みんな各々の時間を過ごしてたりとか、話したい人は来た人、うん、そこで巡り会った人同士で喋ってたりとか、はいはいはい、自分がこう仲介することももちろんあるんですけど、はい、なんかみんなこの場所にいるこの時間だけはすごいなんか殻が破れてるっていうんですかね、おー、な感じで過ごしてくれてて、こう時間の流れをなんかあんま気にしてない感じになってるのがすごい嬉しいですね、う
思いがこう反映されてる感じがするというか。ああ、なんかそういう光景見ると嬉しいでしょうね、上野さんとしてもすごいね。すごい。うん、思い描いてた光景が実際目の前に、ね、実現するっていうぞ、そのワクワクしますよね。はい、うん、いいな。いや、僕ね、まだすいません、伺ったことがなくて、で、今度ちゃんと伺いましょうみたいな話をこの収録前にしてたところなんですけど、はい、実際にその場所、私のスペースさんで、まあ、できることっていうか、まあ、過ごし方っていう、まあ、どんな感じで皆さんこうお客様は過ごしてらっしゃるのかなっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。まあ、受けられるサービス的なことですよね。うん、そうです。機能としては、はい、飲食できますよっていうと、うん、あとコワーキングとか、はい、テレワーク利用ですね。テレワーク利用、うん、あとはまあ勉強したり宿題しに、中学生以下は一応ドリンクとか無料にしてるので、宿題しに来てもいいよみたいな感じにしよう。で、あとはこれからイベントをどんどん行っていければなと思っていて、まあ、最初に申し上げた通り、うん、橋上町ってまだまだなんだろうな、サードプレイスみたいな、家と職場以外、うん、学校以外の場所っていうのが少ない町だと思うので、うんうん、もうそういう場所を増やしていけたらと思ってて、それの勉強会とかセミナーとか、まあとちょっと今、うん、計画では自習上映の映画をやろうと思っていて、映画、はい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 、やろうと思ってるんですけど、はい、はい、そういうのも積極的にやっていこうと思ってます。じゃあ、まあ、いろんな使い方ができるというか、うん、その人、その分いろんな人たちが集まる場所になっていくってことですもんね。そうですね、なんかこう訪れるきっかけになってくれる種まきでになるかなと思ってますね、イベントが。ああ、そうか。じゃあ、使い方としては、ただちょっとお茶飲みに行くよっていう、コーヒーだけ飲みに行くよっていうことはもちろん OK だし、はい、読書するのも OK だし、はい、まあ、そう、人それぞれが、その場の使い方をこう、マナー、ルールの中であれば、いろんな使い方してもらって大丈夫ということなんですかね、じゃあね。そうですね。おー、すごいな。なんか聞くところによると、で、ゆくゆくはそう飲食で、なんかこう食べ物とかも提供していきたいよって話も、ちょっとちらっと伺いしましたけど、なんかどんなものを今予定されてるんですか？あ、今は、まあ、ここがもともと味噌蔵だっていうストーリーをできれば残したいなと思った時に、うん、はい、味噌を使ったスパイスキーマカレーっていうのを、定番メニューとして出そうかなと。すでにうまそうなんですけど、だいぶ。ちょっと町の地域のお祭りとかでは出したりしてるんですけど、イベントとかで。結構好評で、早く食べたいって言ってくれる人が多くて。おー、いいっすね。だから、味噌のキニマカレー。そうそう。ありそうでない感じしますよね。隠し味的に使ってるところは多いと思うんですけど、はいはいはい、はい、それを全面に全面に出してというか、まあ、味噌を使ってますみたいな感じで出してるとこあんまなさそうな感じなので。いや、確かにめちゃくちゃ合いそうだし、うまそうだし、だからめっちゃ食いたいですね、それ。おつまみ的にもいい味なので。なるほど。ちょびちょび食べるとか、そういう食べ方もできるんですよね。そうかそうか。あ、じゃあ結構夜は、まあ、ゆくゆくそういうなんかお酒の提供みたいなことも考えたりするんですか？はい。うお、あ、じゃあ、お勉強する場でもあって、まあ、夜はちょっとまたイメージが少し変えて、そうですね、みんなでこうワイワイお酒飲んだり、ちょっとそれぞれしっぽり飲んだりとかっていうこともできる、はい、そのスペースになると、うん、予定してます。あら、いいですね。確かに。いや、青森県ね、広市といえども、やっぱそういう、まあ、ね、ちょっと、やっぱ田舎町ばっかりですから、青森県はね、やっぱ地方ですからね。はい。で、そういう自分の、居場所で、ね、僕も上野さんも、いわゆる U ターン組っていうやつじゃないですか。うん、で、はい、ちょっとこう都会の方出て行って、で、地元に帰ってきたときに、なんかこう、自分がこうくつろげる場所とか、うん、なんかやっぱあったらいいなって気持ちめちゃくちゃ僕もわかるんですよ。なんか僕は未だに探してる感じ、地元で、どこが自分に一番居やすいかなみたいなのを結構探してる感じなんで、やっぱそういうニーズってすごく多いと思うんですよね。 U ターン関わらず、はい、仕事じゃない日に過ごしたい場所みたいな、
こともそうだしね、なんかそういう場所をそういう足かみでね提供されようとして、しかも味噌蔵をリノベしてっていうのは、いやなんかすごい、すごすぎます本当にそうか、なるほどな。でもこれからこうね、まだ、1年ちょっと、まあ、2年目に入るかなぐらいだと思うんですけど、なんかどん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 こういう風になっていったらいいなっていう今後の展望とか思いとかなんかあったら、はい、ぜひぜひ。あ、そうですね、うん、自分自身がもともとやりたかったなと思ってたのがエリアリノベーションって呼ばれるものなんですけど、うん、まあ、普通のリノベーションだと建物1軒をリノベーションするっていうイメージがあると思うんですが、はい、エリアリノベーションはなんかもうちょっと広く街の中のこのエリアを空き地とかも含めて、空き地空き家も含めてリノベーションしていくみたいな考え方、うん、でこの味噌蔵もまず まだまだなんかその出発点みたいなイメージがあって、うん、まずここをリノベーションしてこうやって人が居やすい環境を作ることで人が集まってきて、集まった人同士で、あ、次なんかこういう場所があればいいよねとか、うん、あの空き地でなんかできそうだよねみたいな、ちょっとこう作戦会議っぽい感じになればいいなと思ったんですよ。なるほどなるほど、はい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 。から出たアイデアとかやりたい人とかを、まあ、自分がちょっと今後あの空き地とか空き家とかもうちょっと詳しく なれればいいなと思ってるんですけど、そこで紹介したりして、でどんどんエリア的に開かれていけばいいなっていう思いがありますね。おー素敵ですね、はい、こうその私のスペースを起点にエリアイノベーションのアイデア出しの場にもなっていくし、はい、情報発信をしていくっていう場にももしかしたらねなるかもしれないですね。なんか情報発信基地みたいなことですよね。だからね、そうですね、はあ、だからここだけじゃなく今の上野さんの私のスペースだけじゃなく、その界隈もいろいろ賑わかしていきたいなということなんですね。はあ、なんかねこういう地域をこう起こしていくみたいなね、地域を振興させていくっていうことにもなんかよく取り組まれていきたいっていうふうなお話も聞いていたので、はい、まさにじゃあぴったりですね、そういうのは。それをなんとかこう事業化できたりしないかなっていう感じですね、今は。すごいですよ。なんかね、ぜひこういろんなね方に訪れてね、もしあの八戸とかは結構出張で行く方多いと思うんですけど、そこからこうね端上町まで行くってなると、交通アクセス的にはどんな感じなんですか？一応電車が通ってはいるんですが、電車とバス。はい、あるんですけど、うん、まあ、やっぱり本数がかなり少ないっていうのはあるので、うん、まあでも来てその、うん、まあ、これからやりたいなと思ってるところでもあるんですけど、ちょっと一泊やっぱできる場所は作って、うん、おーなるほど、たいなっていう感じですね。それもいい、ちょっと行きたい場所、なるほど。まあでもね、電車通ってますからね、うん、行けるし、青森県レンタカーないといけないとこいっぱいありますんでね、もうレンタカー借りてでもいや行く価値あるなって僕はちょっと今ね、はい、インスタとその上野さんの背景だけ見てても思いますからでお話も伺ってて思いますのでね、はい、ぜひぜひっていう感じですけどもね、まだまだお話伺いたいんですけども、はい、ちょっとエンディングのお時間になってしまいましてですね、あっという間なんですけども、ちょっとじゃあ、最後にこうなんかね伝えたかったこととかもしありましたらありますか？はい、うん、あ、そうですね、その、まあ、よく青森県の橋上町っていうところ聞いたことないとか、うん、通り過ぎたことしかないとかって言われることが多くて、はい、うん、まあ、でもそういう気持ちもすごくわかるんですけど、まあ、私がこうやって店を建ててからもわざわざ関東からとか鹿児島からこの前も訪れてくれた方、すごい知人で経由で知ってもらって、うん、感じなんですけど、そういって橋上町のここが目的地になって来てくれるっていうのがすごく嬉しいので、ぜひ八戸まで来るついでにとかでもいいので立ち寄ってくれたら嬉しいです。いや、もう立ち寄るべきところですねこれは、これからのその、まあ、営業日とかですね、あとは、まあ、ちょっとこうお休み急遽なっちゃう日もあったりすると思うので、そういったものはインスタグラムと X での情報発信がメインになりますか？はい、そうですね。はい、ありました。今日は上野さんのですね YouTube でご覧の皆様は、この
動画上のですね、左下のところに QR コードちょっとありますので、そちらから、ぜひ上野さんの情報を取っていただければなというふうに思うんですけども、あれかな？インスタとか X だと、何で検索ワード入れれば、こう、上位検索できますか？私のスペース。私のスペースですぐに出てくると思います。あ、本当ですか。じゃあ私のスペースで検索していただけたら、青森県の橋上、橋上って漢字がね、皆さんなかなかわからないと思うんですよね。階段の階に、はい、上ですね。上下の上で橋上と。で、僕ら県民はわかるんですけどね。なかなか全国の皆さんわからないと思うので、はい。橋上町、階段の階に上で、橋上、八戸の下の町ですからね。カフェ&ハッシュバ、私のスペース。検索していただければ上野さんの情報届けられると思いますので、ぜひぜひ検索お願いしますということです。はい、ね、あっという間のお時間でしたけれども、どうでしたかラジオは。やっぱり松山さんのおかげですごくスムーズに喋れたかな。いやセンスの塊ですから上野さんは。上野さんのセンスですこれは。ね、ありがとうございます。ぜひぜひまたね、ちょっとこうまたいろいろ動きがあったらラジオご出演いただければなというふうに思いますので、はい、お待ちしております。またご出演お願いします。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、あっという間のお時間でしたけども、今日は青森県の橋上町で、カフェ&ハッシュバ私のスペースをオーナーでいらっしゃる、上野真理子さんをゲストにお迎えしました。上野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。皆さん、さようなら。ありがとうございます。